田です。玉川第24回神奈川新聞社賞5日目の最終日、いよいよファイナル12レース優勝戦が発送されています。さあ、展示ほどではありませんが、早めのペースの待機行動となっておりまして、その拍車をかけていくのは5番、徳増秀樹であります。今年初 V を狙うこの徳増に1番の木村光弘ですが、抵抗の構えとなっております。ただいまの待機行動、1号艇木村光弘、2号艇西山貴弘、3号艇田中剛、4号艇佐竹恒彦、5号艇徳増秀樹に、6号艇松山翔吾、以上6名によって争われております。さあ、ここ乗り越えて約2年ぶりの V を狙う1番木村光弘、人気が1コースにとっています。2コースにはオール3連隊の2番西山貴弘、3コースには3番の田中剛。田中は玉川8年4ヶ月ぶりの制覇を狙っていきます。そして4コースに5番の徳増秀樹が入っております。2人がダッシュをつけていきまして、滋賀支部2人は5角に4番佐竹恒彦、6コースに6番松山翔という最終的な進入スタイルとなりました。4対2に分かれてのシリーズ頂上決戦、12レースの優勝戦、コース内側から1、2、3号、ダッシュが4、6です。さあ、スタートが切られました。1番の木村がタイミングを取って先行し、1周1マークへと向かっていきます。1番木村回る、2番の西山差しに構えますが、1番の木村が押し切っていきました。スタートは前提正常、1番木村が押し切って、この後ろ差しに構えた2番の西山優勢もさらに差し続いてきました。5番の徳増、あとは流れ気味のターンながら外に3番田中もおります。2番手は2号艇西山が全速旋回、届いてくるか。さあ、2番の西山がかわしていきまして、2番手抜け出し、そして5番徳増の懐立て直しへ、小さく6番の松山や4番佐竹、あとは3号艇の田中ですが、これらを追ってわずかに遅れて最後方です。3番手は5号艇徳増旋回、その功績の上4番の佐竹真ん中を通ろうとしましたが、入りきれない6番松山で、3番手は5番の徳増単独となりました。上位の体勢1番2番5番と出揃いまして、その候補差がついて残りの3選手混戦です。先頭から1番木村、2番西山、5番の徳増とホームへ折り返してまいりました。これより最終周回に入っていきます。上位とは差がついたところで、接戦は3番田中と6番の松山、最後方は4番佐竹です。3周1マークまで入ってまいりました。1番木村がトップターン、2番西山追走、5番の徳増と上位の顔ぶれ変動なく1、2、5が続いています。5番の徳増、本番では4コースまでという進入の中、枠主張の陰線から1番の木村光弘、人気に応えての陰逃走となりそう。約2年ぶり、玉川は3度目、通算57回目のシリーズ制覇へ向かっていきます。木村から間もなくゴール、12レース優勝戦のゴール順です。1番木村、2番西山、5番徳増です。後方3番、6番、4番とゴール。以上、第12レースの優勝戦でした。